はい。次に紹介する漫画は、ジャンプ、創刊号です。まあ、といってもこれ、残念ながら復刻版なんですけど、これもし、本当の復刻版だったら、8万ぐらいしますから、ただこれ1000円しなかったと思うんですよね。復刻版なんで、普通に本屋さんで買いました。まあ、持ってれば将来高くなるかもしれないし、まあ、復刻版買うぐらいジャンプ好きな人だったら、まあ、捨てることはしないんで、そんなにプレミアつかないかな、という風にも感じてるんですけど、まあ、ちなみにこのジャンプですね、この1968年の時は、90円です。90円。あ、今現在、2021年の、時点では、ジャンプって言えば260円とか270円とかなんで、まあ大体3分の1ぐらいの値段で当時買えたんですね。で、この頃のジャンプって結構ギガタッチであんまり子供向けのイメージはなかったですね。で、一応もちろんなんかこう、まあ諸事情により、こんな風にこの広告は事情により掲載を見送りましたっていう感じで、掲載をカットされたりするところもあるんですけど、まあ、結構、そのまんま、まあ、出されてる広告もあって、この裏表紙の、こういう、まあ、戦車とかの、まあ、絵柄、戦車の広告とか、まあ、もちろんプラモデルですよ。でも、500円。まあ、1968年の500円って言ったら、まあ、今で言えば1200、300円ぐらいの価値があるはずなんで、まあこういうのが見れるだけでも、このなんか創刊号の復刻版ですけど、ジャンプ、まあ買った価値あるなぁと結構思うんですよ。ただ、今現在ジャンプって言ったら22作品とか23作品が連載されてますけど、最初の、なんか連載されたこの目次のとこ見ると、クジラ大吾、7巻、7ページ目。暴れアパッチ君、赤塚不二夫。時刻剣、高橋義輝。父の魂、貝塚博士。ハレンチ学園、長井豪。ドル野郎、望月美希也。フラッシュゴートン、ランバリ。手、熊津和夫。っていうように、まあ、赤塚不二夫は亡くなってるけど、未だに名前は残ってますし、まあ、長井豪とか、これ、クルス・カズオって読むのかな。この二人は今現在も活躍してますね。まあ、もう、これは僕は売らずに大事に取っときたいと思います。